れ様です。ダメ谷です。はい、ご苦労さん。いいお天気いいおで天気ですか。昨日、す。キッス FM にヒロさんにサンディエゴから電話でご出演いただきまして、ああ、そう。ヒロさんが、そろそろゴールが見えてきて、どうしても早くゴールしたいと思っちゃうかもしれないけど、ゆっくりマイペースで行ってくださいね、と、伝言をお伝えくださいということでした。お気をつけてなるほど。了と。解です。ありはい。がとう。で、天気でございますが、はい。今日は気圧配置からお伝えします。まず、大きな高気圧の中心が北緯47度、西経164度にありまして、1036ヘクトパスカル。北緯47度なんです。47はい。ちょ度。っと後でご説明しますが、高っ。すごいでかい高気圧が、はい。で、小さな低気圧がちょっと発生しまして、北緯49度、西経131度にいますが、まあ、これ1006ヘクトパスカルで、すぐに中心消えちゃうような弱い低気圧の塊みたいな感じです。で、まずこの高気圧なんですが、あと4日間ほどは、辛坊さんのいる場所の日付で、次の水曜日ぐらいまでですね、あと4日ほどは、中心の位置はほぼ変わらず居座ります。ただ、形が結構日によって、変わるんですが、あさっての月曜の昼ぐらいまではですね、高気圧のちょうど12時の位置に当たる場所が、北緯55度、西経174度。で、6時の位置が、北緯22度、西経125度と。なので、ちょうど辛坊さんのだいぶ離れた西の方に中心があるんですが、頭が北西側で、足が南東側で、ちょっとこう、左斜めに平べったーく広がってるんですよ。楕円形で。なので、辛坊さん、基本的にこの大きい高気圧の、4時ぐらいの位置にずっとしばらくはいる感じで、北西からの風があと4日ほどは続くという感じです。何の風？北西からの風が、あ北と西4の日ほど風。続く、はい、予報です。で、明日了ま解ででのす。より詳しい風の予報ですが、この後日付が変わる頃から、先ほど申し上げた低気圧の南端が少しだけかかりますので、この後日付が変わる頃から明日の正午まで、北西あるいは西寄りの風、北西あるいは西寄りの風が25ノットから最大35ノット。で、明日の正午以降は北西からの風で安定しまして、最大25ノットぐらいに落ち着いてくる見込みです。で、その後も水曜日まで、はずっと北西からの風が平均15から20ぐらい吹く予報になっております。で、お天気は曇り時々晴れという感じでございます。了解です。はい。大変よくわかりました。ありはがい。はい。とう。もろもろ、ご苦労さんです。お持ちするものは、全部手元に揃っておりますので、小説とか、はい。まあまあ、明日もまだ日本ですよろのしで、くね。はい。お願いします。はい。楽しみにしてまーす。はい。お気をつけて。はい。はい。